ハイリゲンダムスパへ向かう、桟橋創立記念碑ハイリゲンダムは、ドイツイコールフォアポンメルン州のバルト海、沿岸ドストック郡、バート・ドベラン市にある、リゾート地。キュールンクスボルント・バート・ドベラン市街とを結ぶ、ナローゲージ蒸気鉄道線である、モリー鉄道の中間点にあたる。2007年に開催された第33回主要国首脳会議の、開催地である。旧東独地域では、 初の開催となった。ハイリゲンナムは、ドイツのバルト海沿岸における最古の海岸リゾート地であり、貴族階級と上流者公会の優雅な会合場所として開発された。古風な建物が遊歩道沿いに並んでいるため、海沿いの白い町と呼ばれている。1793年にこの町の最初の客として訪れ、その人気を高めた要因の一つともなった人物は、 メクレンブルク・シュベリン大公国のフリードリヒ・フランツ一世だった。翌年、ヨハン・クリストフ、ハインリヒ・ホン・シードビツ、カール・ディオドール・セブリン、グスターベ・エードルフ・デンラーらは1793年から1870年にかけて入浴と宿泊を目的とした美しい統合施設を設立した。その設立により、ハイレゲンダムは、 その後ドイツで最も優雅な海岸リゾート地となっていった。1930年代に入ると、ロシア皇帝の家族をはじめ、ヨーロッパの上流貴族たちはこの地を夏の避暑地として使用した。第二次世界大戦後はサナトリウムや回復病棟として使われた。だが、戦後の東ドイツの統治下で有名な建物のいくつかが破壊され、より実用的な建物へと置き換えられた。 ドイツ再統一後は投資家グループが多くの建物を買い取り刷新を図った。2003年の春には新しい建物であるケンピンスキーグランドホテルが開業した。開発により小さな裏通りが撤去されたため、居住者との間で対立が広がっている。ありがとうございます。